それではこれからですね、カードを使った、まあ、マジックというよりも簡単なゲームのようなことをやってみたいなと思うんですが、ちょっとお札を4枚貸してください。はい。で、まあ、これ賭け金になります、ね、でこれから、まあ、今、僕を含めて全部のお客様が3人いらっしゃいますから、まあ、そうすると4名ですね。で、まあ、4人でギャンブルをやりたいなと思うんですよ。でちなみにこれ1から13までいろいろ数字があるんですけど、一番このような強い数字って何だと思いますか？エースですか？エースですね。実はエースというのは別名マネーカードと呼ばれていて、これなぜかというとですね、まあ、エースが出てくると、まあ、ギャンブルで買って、お金がどんどん溜まっていくということで、エースというのはマネーカードと言われているんですが、これから何をするかというと、カードをこんな感じで、ね、まあ、3人お客様がいますから、3つの穴にこんな感じでこう配っていきます。でポーカーなんかの場合は普通はこう全部で5枚配ったりするんですけど、今日はですね、特にポーカーというわけじゃありませんので、好きな枚数だけ使いたいなと思います。置いていく間に、ストップをおっしゃってください。そこの山を使います。ストップ、ここでいいですか？はい。でそうしたら最初に選ばれた山に、お金をこのように載せておきます。あと2つ残っています。ではまたどちらかお好きなタイミングでストップをおっしゃってください。ストップ、ここでいいですか？はい。でここにさらにお金を載せておきます。で最後ですね、最後は、まあ、これしかありませんが、もう一度好きな枚数でストップをおっしゃってください。ストップ、はい。でこの枚数の部分に載せておきます。で最後もう本当に少ないんですが、まだお札が1枚残ってますから、これが終わる前にストップしてください。ストップ。もういいですか？はい、はい、さあ、そうすると今の状況はストップ言っていただいた枚数のところにそれぞれお札が挟まっています。ここにも1枚、ここにも1枚、ここにも1枚。そうすると、お札カード、お札カード、お札カードとなって4枚のカードの上で、止まっていますね。ちなみに、まあ最初に言いましたけど、こういうお札の横にくっついてるカードっていうのはですね、まあマネーカードっていうんですけど、マネーカードこれ何だと思いますか？エースですかね。エース。エース。まあところが、エースかと思いきやですね、マネーカードって言うとこれマスターカードですし、これはアメリカンエクスプレス、それからダイナースで、そしてビザカードとなっています。じゃあ本当のマネーカードというとね、まあこういうクレジットカードのこと言うんですけど、まあ、こんなカード最初なかったんですよね。ですからもう一回こうやってやると、このようにエースに変わってしまいます。以上がエンディングのボーナスの演技です。